ハロー YouTube!、えー、今日はですね、えー、肉業態、和牛業態のですね、経営者としてお話をしたいなと思っております。えー、今ですね、和牛マフィア、えー、東京と香港でですね、9、えー、店舗、えー、展開しておりまして、えーまあ、はっきり言ったあの新型コロナウイルス騒ぎのもう大打撃を受けてですね、本、え、当、ー、一時はすごく大変だったんですけど、まああの、なんとか、 えー、耐え忍び、えー、業績はまた、えー、上向きになりつつある今日この頃でございます香港は香港で外からの流入は、えー、禁止、まあ、ほとんど禁止みたいな状態になってるんですけれども、まあ、域内で、えー、それなりに、えー、売り上げを伸ばしているということで、まあ、和牛マフィアグループなんとか、えー、なってるかなという、まあ、視点でもですねお話をちょっとしたいと思うんですけれども。あの まああのオリオモンチャンネルにもたまに出てもらってる僕もあのコラボ動画よく上げてるあの宮迫宏行さんがあ立ち上げる予定のですね,ね渋谷の牛宮城というですね焼肉屋さん、えー、もうなんか僕はあのなんで最初に相談してくれなかったんだろうなって正直ちょっとはいあの肉のことを僕あのね肉,肉磨き生配信ってやってるぐらいなんであの ほとんどの牛肉の部位全部手で触ってます触って、えー、筋を外して、えー、油を外して、えー、焼肉カットにすることももう何百回と、えー、やっておりまして現場でもお客さんの前でもやってるんであの肉のことも知ってるし肉の生産者にも何人も会ってて競り場にも行って、えー、世界中の料理人と交流をしてるんでまあ その中で経営もしてますんで多分経営からその肉のサーブ料理まで、えーまあ、全て分かって、まあ、それなりにも5年やってますから、えー、やってる経営者ってなかなかいないと思いますあの経営だけはやれるよとか料理だけはやれるよとかですね肉の仕入れはできるよとかそういう人たちはいると思うんですけれども全てを一気通貫してできるのはなかなかいないと思うんであの、まあ、最初に相談してほしかったなって思ってるぐらいちょっと。 ま、正直、やばいです。誰がお金を出してんのか、どういうお金の構造になってるのか分かりませんけど、あの、まず渋谷のあの立地やばいです。あの、あそこに 100, 100席以上あるんでしょう。なんかすごいでっかい店舗でやられてるということで、まずそこに危機感を非常に感じました。あの、渋谷は皆さんご存知の通り若者が多い街です。なので、客単価そんなに上げられません。はい。 あの六本木とかね銀座とかそういった大人の街客単価上げられますけどやっぱ若者の街っていうのはもう客単価、まあ、知れてると言ったらあれなんですけどあんまり高い高級焼肉にお金持ってる人がわざわざ渋谷のセンター街の近くに行ってですね高級焼肉を食べるかというとですねなかなかあの難しいかなともちろんそこであのやってる昔からやってるですね人気の業態ありますよえー ホルモン湯治とかね、えー、道玄坂の道玄さんとかね、あのー、美味しい焼肉屋さんいっぱいあるんですけれどもやっぱりそれは本当に昔からやってる家賃の安そうなところでまあ言ったら何なん,なんですけど汚いところで煙黙もく,もくの焼肉屋さんみたいなこういうのをはやるんですけどそんなに値段もめちゃくちゃ高いわけでもないしだけど新しく作る大箱の焼肉屋さんをまず渋谷に作るっていうのは非常に。 客単価も上げにくいいししなななかかなか難しいかなとでこれからあの牛肉の値段はもう中国人が爆買いしてるんで上がるしかないんですよ。で SDGs の流れもあってあの牛のゲップだったり糞尿に含まれるメタンというのは地球温暖化ガス効果が非常に高いということで、まあ、これ以上牛の生産頭数を上げるっていうのはなかなか難しいでしょうと。 まあさらに言うと、えー、アメリカとか、その、オーストラリアの、えー、肉の、たくさん生産しているところ、えー、こちら、その、肉のね、あの、牛肉、牛の飼料というのはですね、穀物だったりするんで、トウモロコシとか、こういったところをですね、大規模農業で栽培しているところ、地下水を組み上げて、え栽培してるんで、この地下水が今、枯渇してきてると。特に、あの、オーストラリアでも、干ばつ、大干ばつに覆われてですね、穀物の価格も上がっているということで、 あの牛肉に関して言うともう、吉野家の牛丼だってすごい値上げをしてますし、マクドナルドはですねもうあの牛肉の値段が上がっていることで、ついに5を煮はして代替肉ですね、植物肉を採用するなんて事態になってきているという中で、ですね大箱の焼肉屋を客単価がそこまで取れない渋谷でオープンするっいうのは、まずちょっと厳しいなというふうに思いました。 えー、実はアギューマフィアもですね、インバウンドの需要を狙って昨年の4月にですね、あの、東京の銀座で物件を契約して、えー、やってたんですけども、これ、あの、断念しました。断念してね、うん千万円の損失が出たんですけれども、まあ、なんとかそれもですね、しのいで、逆にもうそこで損切りしてよかったなと。うん千万円の損失出てもですね、 あの、それはカバーすることができました。他の他店の売り上げとかですね、えー、様々な、あの、制度によってですね、乗り切ることができましたけれども、あれはも銀座店をオープンしてたらやばかったです。脇まひはもう、もうただ無傷では済まなかったのだろうな、というふうに思います。 それで、外苑前、えーね、住所的に言うとですね、神宮前っていう住所なんですけど、原宿と外苑前の間ぐらいのところにですね、ちっちゃなビルをですね、一棟狩りして、新しい店舗を作りましたけれども、もうそれぐらい、えー。残念ながらですね、焼肉マフィアっていうですね、業態の FC1 号店はですね、実は新宿の歌舞伎町にオープンしたんですけれども、これはもう完全にコロナの煽りを食ってですね、閉店せざるを得なかったと。 まあ我々はあの直接その損を被ったわけじゃないんですけれども本当に FC 店さんにはですね本当に残念だったなというか本当に運が悪かったなっていうような本当に残念な事案すごくいい店ができたしあのあの黒字化傾向にあったんですねプレーオープンしてやっとグランドオープンしたらコロナがポンって来てですね本当に残念ながら撤退してしまったんですけれどもあの我々ですら 銀座店の断念、オープン前で断念、そして FC1 号店の、えー、新宿歌舞伎町店がですね、クローズしてしまうというような状況にあったと。えー、そんな中でですね、FC、まあ実質的に2号店なんですけど、えー、今のところ、えー、空いてる唯一の FC 店、唯一というか日本で空いてるですね、香港もですね、えー、契約で、えー、別の会社がやってますんで、FC みたいなもんなんですけれども、 えー、その焼肉マフィア、池袋店。これはですね、ユーチューバー講演家のですね、えー、鴨頭さんがですね、やってるお店なんですけども、これは絶好調ですね。えー、初月からですね、えー、バンバン、えー、利益が出てるような、あ、状況に、えー、なってきてですね、今でもですね、お客さんすごくたくさん入られてます。でもね、ここでもね、席数、もうスタンディングで入れても、マックス30ぐらいしか、多分入んないんですよね。 ね、そんな池袋の新しくできたビルの空中階でそれぐらいの規模でやるビジネスなんじゃないかなというふうに思います。ここはねあの和美術館といって我々が開発したジンギスカン鍋でねあの焼肉をやってその後ですね鍋で,ですねホルモン鍋とかですね火鍋とかそういったものを楽しめるようにするっていう業態な全く新しい業態なんですけれどもそして我々はあのねあのちょっと。 宮迫さんの焼肉屋さんあの、肉がダメだっていうことでですね、非常にあの、なんか有名なあの焼肉系の人がアドバイザーで入ってたらしいんですけど、<laughs> まあ、それにしてはなんかすごく、まあ、もしかしたらその人がそこまで口出さなかったのかも知らないんですけど、すごいしょぼい肉だったっていうことで、大炎上してましたけれどもあの、僕たち言っていただければ、これあの、 皆さんブランド牛とかすごく誤解されてんですけど、佐賀牛とかなんか米沢牛とか色々ありますけど、これ牧場さんみんな違いますからね。佐賀牛でも何十軒っていう牧場さんが作ってるんで、いい牧場と悪い牧場あるんですよ。で、いい牧場の肉は美味しいんですけど、悪い牧場の肉、例えば胃もたりしたりとか、そういった油が悪くて胃もたりしたりとか、そういったことが実際あり得るんで、 あの、僕らが使ってる肉ってのは、小崎牛といって、小崎さん、宮崎に住んでる親小崎さんという方が大規模に飼育している単一の餌で、単一の育て方で、単一の水でやってる、えー、ブランド牛なんですね。えー、だから品質、もちろんあの個体差ありますけれども、品質は非常に安定しています。えー、そういったところでは、信頼できる仕入れ先から安定供給をして、まあ、それなりの値段で売るっていうことをやらないと、これから値上がりする牛肉ね、 安売りしてたら絶対商売成立しなくなります。絶対値上げをせざるを得なくなる。えー、だったらですね、質のいい肉をですね、ちゃんとした値段で売ると生産者も喜ぶような値段で売らないとですね、誰かが損をする。そういったサステナブルな視点を持って焼肉屋さん、えー、肉の業態との経営しなきゃいけないなというふうに、えー、僕らは思ってます。えー、なのでですね、なんか脇馬の気配高いとかですね、よく言われるんですけれども、いや、高くないよと。僕たち、普通の飲食店の利益率、 えー、以上は取ってないですからね。だから原価が高い。いい肉を仕入れてるからこそ原価が高いし、生産者、生産者さんに幸せをしないように、サシタブルなあ体制を作ってるから、値段がそれなりにするということなんですよね。まあなんか、なのでちょっと僕は、なんか新しいまたね、スポンサーさんがね、えー、スポンサーさんなのか、アドバイザーさんなのか、ね、 将軍バーガーとかってのやってるような会社さんがつくっていう話になったんですけれども僕正直経営規模的にねそ,のそこの母体の会社さんも上場してないみたいだしあのその経営の内情ってなんとなくその業態見て店舗数とか見たりするとなんとなくわかるんであのこれが本当にがっつり組むって話になると本当屋台骨を揺るがしかねない。 あのー、状況になるんじゃないかなと思ってちょっとまあほんと他人事ながらちょっと心配、えー、しております僕はちょっと傷が浅くなあのー、深くならないうちにちょっと考え直した方がいいんじゃないかなってほんとひと言ながらなんかほんと知らない中ではないんであのー、これでね大打撃を受けて大変なことになったなんて言うとですねなんか目覚めが悪いと言ったらあれなんですけどなんで僕はちょっとその辺は すごく懸念をしております、はい、あの結構大変ですあの本当に営業努力とか本当ね血のにじむような営業努力をしないとうちの店だって和牛マフィアだってですね結構僕頑張って集客したりとかしてるんですけどそういったことをやらないとですねなかなか肉の経営ってのはこれからも厳しいかなというふうに思ってますので、えー、ちょっと考え直した方がいいんじゃないかなと勝手に思っておりますということでいってらっしゃい。 ターアンプリでは月額1500円でビジネスパーソンの音声聞き放題そして動画も見放題ということでいっとるし no, 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 no